の皆さん、おはこんばんちはです。パパスです。今日は NB6C ロードスターさんですね、これの販売車両の紹介をしていくんですけれども、このロードスターさん、車体番号4から始まるので、ちょっと中期とかと違うんですな。まだ違う場所があるんで、そちらもおいおい説明できていったらなと思います。分かってんの？まあ平成16年式7月登録のですね、ロードスターさん、 NB6C ロードスターさん、まあ、これは、はい、距離が8万9000キロやから薄いんだ、まあ、はい、ミッションに乗せ替えて乗ってもええし、そうです、ね、オートマで乗るんやったら、はい、乗ってもええかなと、うん、いける。これはな、でカラー調べたそう、トワイライトブルーマイカまあこの時のカラー番号でちゃんと調べてね。カラーはトワイライトブルーマイカさんですね。で、まあ顔からいこうか。ヘッドライトもでも隅とか黄ばみは全然マシですね、うん、ヘッドライトがちょっとこのメッキになってんじゃないかな、こういうことね、なんかね、うん、で、ボンネットはこれは、まあ、その辺、あー違うな、傷じゃないわ、うん、ちょっと汚れてるその辺は、まあ前は擦ってんな、みんなな、うん、ここなちょっとあるね、前擦りはちょっとあるけど、あとは全部綺麗やな、うん、綺麗ですね。ホイールはこれ、まあなんか定番のあれやねんけど、はい、タイヤの溝はやっぱりもう梱包材やな。はい、16インチです、うん、タイヤはもう変えてもらわなかった。はい、で、ここに割れてるけど、折るな、うん、綺麗に折るわ。で、ミラーも割れなし、足はちょっとあるけど、大丈夫です。磨いたらいいけどね、うん、ここはまああるな、あるような、ここはしゃあない、うん、ここよう割れるからな。はい、フォロワーあったでしょ開けたりするしね、まあドライブの時に、はい、開ける時に見てくれてもいいし、あ、そうやな。ケールは後で、まああれは電気はするんですけど、うんうん、まあ目立った割れとか日々もなし、割れもなし、まあ見ての通りフォロー以外は、あ、ちょっとここが、あと、あ、ここ修理後、左がやっぱりちょっとこの箇所、ほらここも行ってますね。で、ここも、ほら、よし、なんとかな、色ムラ、フェンダーからちょっと、まあドア、左側面や、そうですね、全部なら、右は綺麗かったからな、はい、かな、うん、まあまあ、補修して、はい、うん、乗れること、結構このままでも全然私は乗るけどね、乗れるで、まあ、まず電気回り行きましょうか。うん、あ、いけてる。あ、ハイビームもいけてる。うん。オッケー。はい。はい。うん。オッケーやね。まあフォローはもうざっとこんな感じで、これは張り替えた方がいいな。フォローだけね。で、車内行きましょうか。うん、ちょっとこれのあの、はい、台数も多分変わったと思うんだけど。ファーストプレート。うん。はい。で、ここがシルバー。メッキ。メッキにシルバー乗ってると思うんだけど。なんかそんな感じよね。ちょっとこっちもめくれてる。そうそう、で、このリングがシルバーな、はい。シルバー。はい。このパネル、これか、ここのね、うん、もうシルバーで、はい、ここ、はい、カップホルダー壊れてないやん、うん、切るよね、ここが割れてるところあるやん、割れる血管みたいなところ、ちょいちょいね、修理出してますけど、うん、あれがちょっと太くなってる、うん、あれ入ってるやつが、そう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 、あのカラーじゃなくて、あの引っ掛け、あ、引っ掛けか、あ、だからまあ割れにくいっていうね、おー、すごい、これな、だこれがまたな、シートも綺麗やで、破けなし、はい、ハザードちょっとへたりはあったけどな、うん、これやっぱ全部中メッキ塗ってるんだ、そうそう、メッキに塗ってるやつやからはい、ね、まあこれ簡単な吹き出し口の外し方とかやってますね、ハザードスイッチの外し方とかね、はい、動画でやってるからな、ロドスターさんは結構隅々までやりましたね、うん、え、あ、うん、うん、いい感じ、まあ、これはあれやけど、ここのキャッチはそっちは壊れてる、一回カチッとやってみて、えカチッと最後まで、
ちゃちゃちゃ、こっちに、うん、あかん、そっちはまあちょっと緩いね。こっちはいけてるけどな。お風呂はドライブの時にやろうか、うん、で、クーラーはまあ、クーラーもドライブの時でいいんやけどね。感じ。あ、で、メーターさっきちょっとこれ、あ、チェックランプ、チェックランプついて、まあ、オートセンサーやね。メーター、これね、チェックランプ、まあ、普通に走れるからな。はい、いい感じ、まあ、あるし、オイルも上がってるし、うん、輪郭見た方が、あと、はい、輪郭っていうかな、まあ、ミラーは、ミラーはね、はい、あ、動いてる動いてる、うん、うん、こんな感じですね。両方行く見えるかな、これ、あれやつ、うん、電角ちゃう、うん、これな、ちょっと、うん、あー、痛い痛い、うん、ちょっとこう押したらいいんだったら、そうです、ちょっと動かなかったらね、肩割る、でも、効いてる、大丈夫です。ミラー調整いけてます。ほんでからクーラーも効いてる、 OK、涼しいわ、感じです。あとはちょっとトランク、はい、トランク開けるところはここ、はい、何、それまでにこのスピーカーがあるから、あ、そうそう、はい、こことここ、あ、聞こえてる聞こえてる、ちょっと坊主成果どうかはちょっと、はい、開けてみるのは分からへんけど、はい、アンプが内蔵されてるかされてないか、2種類あるね。あ、もうそれはや分からへんね今の、うん、まあ、これはまあ、はい、OK、うん、あ、ラジオは、ラジオはいけとったな、いけてた、とりあえずまあ、アンテナはいけてるから、はい、アンテナのこれだけ出てる出てる、はーい、 OK、 まあだから、はい、びちょびちょじゃないわな、うん、たまにね、こういうとこ水没してるんだけど、うん、綺麗やな、すごいわ、だから、はい、まあ、ほらこんな割にはまあ、うん、いけてたね、はい、ボディはめっちゃ綺麗、ラジオのアンテナ出てます、大丈夫、せやね、あとはでも全部綺麗なん違う、ハンドル、はい、エンジン切って、オッケー、切った、あー、で、はい、エンジンかけて、食べた、まあ、アンテナも OK、うん、まあだから左側面以外は、はい、まあまあエンジンルーム行こうか、そうですね、まあぼちぼちちゃうかな、距離が89,000、うん、88,517、電動ハンも回ってる、全部デッキも全部綺麗に入ってますね、すごいわ、オイルとかは普通、まあ、オイルはええよ、うん、綺麗もんね、うん、メンテちゃんと質張れてて、のこなしから払った、神なし、マフラーとかもな、うん、ほとんど、ね、ほとんどないな、うん、いいですね、ほんまに、うん、感じです、あ、ちょっと待ってな、はい、まあ、事故の形跡もないような感じやな、でもね、うん、はい、でこの後これで、まあ、ドライブ行ってね、動作確認、走ってる時どんなんかもやるんですけれども、まあ車両紹介はこんな感じで、社長気になるお値段何倍だ、何倍だかな、忘れた、何倍だ、25やな、言い過ぎましたね、さきちゃん価格じゃないね、25万円ですね、25万円で相談はなしです、うん、これも、まあ、一応ね、現状でね、はい、現状25万円で気
になられた方はコメントか、まあ、お電話いただいたら社長出ますので、よかったら皆さん気になられた方、この辺にの職は看板ね連絡ください、お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。